午後のルーティンを始める前にちょっとこの電気柵の高さ調整をしてみよう。ココラコライフ一旦オフにして、本当にこの高さを下げることで、あいつらは出ないのか、どうなのか、ニワトリが出られない高さにすると、まあいろいろ実験してみよう。動物の飼育を楽にするためのものだし、いざという時に野生動物から身を守ってもらうためのものでもあるからね。天気が良くなってみんな外出せ外出せってうるさいな。よし、こんなもんでいいだろう。張力がやや弱くなったけど、まあいいや。スイッチオン。はい、ほう、外に出よう。今んとこどうだ、こいつらの動きは。驚いてるね、みんなめっちゃ外に走り回りたいけれども、なんかここら辺をうろうろしている感じ。普段の行動ができない。よしよし、いいね、くぐろうとして完全して諦めるっていうケースになってる。あいつらの目を狂わせている間に、はいはい、ごめんごめん。あとで草を持ってくるからな。よしな、よいしょ、うん、いいんじゃないか。いや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 、君ダメでしょ、勝手にそこ出てきちゃダメでしょ。ここの設置ポイントが甘いな。ここ下からくぐられるな。いろいろと甘いポイントを見て、でここだと普通に犬が吠えられてしまうから、狐が吠えられるポイントにもう一個設置する。これで鶏も出ないし狐の侵入も妨げる柵が完成する。問題は電圧の高さ。1本 50m 増やした後の電圧の高さを調べて、問題ないようであれば柵をしますか。そうですね、そうしますかね。